See what I.
雷の制約の十字架。私は電線雷鳴の行きましょう。Yeah.
Rainman. Hot Cross Fire.
私に服従しなさい。
戦場に到着しました。射撃統制システム。私に服従しなさい。
死者コアに異常はありません。ブローネ、次の指示を待っています。
Yeah.
戦闘展開。どうなりました行動中。
戦場に到着。わかった。了解。人形変形
動、出撃、ふっ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 、完成する、ふっ、じゃあ、ふっ、ふっ、材料拾ったで。どこ行くん、先輩。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。この道は前にも歩いたような気のせいか。わかった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。わかった。目標地点確認。
そろそろこの戦闘追跡機の位置をマークしておいたわ。指示に従って回収しましょう。どんな敵も見逃さないで。了解。どこ行くん先輩。承知した。よそ見せず前に進みなさい。なめられているよね。チャンスよ。目標地点確認。総員集合。素材回収完了。舐められているよね。敵が近づいている。チャンスよ。影分身瞬戦。うまくいけば、あの音声がどこから届いたも。
析機が類似した音波を捕捉したわ。出どころは案の定空中の不明飛行物体よ。今後もそういう音声を捕捉するかもしれない。黒幕の秘密はこれらの音声にあると私の勘がそう言っているわ。お疲れ様、よくやったわ。先輩、ちょっと相談に乗ってほしいんやけど、今回ほんまにやらかしてしもうたみたいで、隊長が昔みたいに優しくしてくれへんのや。頭をなでなでしてくれへんし、腕を組んで街を一緒に歩いてもくれへん。休暇手続きが足りへんかっただけやもん。例えばうちが病気になったら隊長はきっと休ませてくれる。そうやろ？今の状況はその手続きがあらへんかっただけ、それだけのことや。散歩に付き合ってくれへん？先輩、任務の状況とか話し合いながら気分転換でもどうやろう。そろそろこの戦…キャロル、私たちの中だとあなただけが空中の…あの…アテンマ城やね。お、見たことがあるんだけど、どういう形をしてるのかしら。うん、見た目は炎の玉みたいで、赤い何かで包まれとるんやけど、今考えるとセントフォンテーヌで見つかった結晶と同じ材質かもしれへん。うん、外は交渉に包まれていて、
中は。トシヤ。うん、せやないとアナイの名前はつかへんよ。教会みたいな大型建築が見えたし、その周りには建物が行さんあってな。せやけどよう見えへんくて、もう少し近くで見よう思うたらテスラ博士のなんとか生成器が鳴り出して、ほんで着陸に失敗したんや。今さら聞くん？なるほど、建物がたくさんあるのね。うん、最悪の場合天井のあのアテン魔女に入らないとベルトさんは助けられないかもね。よろしい。キャロル、あなたは？アテン魔女？わ、はいはい、わかったわよ、その名前にするわ。いつでも準備 OK。 了解。隊長、今日の怪物、前より数が多く。キャロル、作戦中はおしゃべりしない。子羊は防御力が高いからうちが前に出るで。純枕を使えば素材回収完了。よそ見せず前に進みなさい。総員集合、出撃。目標地点確認。もうじき目的地やね。ここ一帯かなりひどく破壊されているわ。アテン魔城の下やからね。魔王城の周りは不毛の地なのが定番なんや。慎重に進みましょう。この世界にはまだ崩壊が残っている。油断禁物よ。ここに行かんで。隊長、目標発見。燃やし尽くせ。
した。素材習得。どう？わかった。よそ見せず前に進みなさい。チャンスよ。
ベルトさん、助かりました。ありがとうございます。あのエデンの星って技、すごかった。こんな近くで律者の戦いを見たの、初めてや。いや、そんな大層なことはしてないさ。君たちに礼を言われると少し恥ずかしいな。ところで君たちがここにいるのは、俺を探すようにと天命から依頼を受けたからかな。男の子を見ていないか。10歳くらいの紫色の髪で。安心してください。お子さんはもう見つかりました。無事ですよ。そうだったのか、ジョイスが。それならいい。ずっと礼を言われていたが、礼を言うべきなのは俺の方だよ。それと君たちには謝らなければならない。迷惑をかけてすまなかった。そんな、こっちは喜んで任務に参加したんやから。ベルトさん、あなたを無事に本部へと送り届けることを司教様は望んでおられます。少し休憩した後、一旦作戦基地に戻り、あなたとジョイス君をセントフォンテーヌから脱出させます。ああ、わかった。準備はできた。行こう。あまりジョイスを待たせたくない。ほんまに大丈夫？ベルトさん、まだ疲れてるように見えるけど。ありがとう。体はもう大丈夫だから心配する必要はないよ。ジョイスの保護者として失格だ。彼をこんな危険な場所に連れてきてしまうとは。帰ったらもう一人の保護者に顔向けできないな。きっと怒鳴られるだろう。それについては心配いりません。司教様がすでに動いてくれていますから。それと必要のないトラブルを避けるために ET スタジオの方には天命が勝手に出張の延長を申請しておきました。帰ったら。待って待って、ってそれって魔剣神器と退去皇帝の制作会社やない？キャロル、興奮しすぎよ。一つ言っておくけど、ベルトさんの仕事についてはちゃんと資料に書いてあったわよ。ファン歴長いんやで。古い87年版の魔剣神器アラハトまで見とるんやから。あ、ごめんなさい、あまりにも驚いたからつい。続けてください。では、ベルトさんが問題ないのであれば基地に戻りますね。ああ、問題ない。俺も共に戦うぞ。申し訳ありませんが、ベルトさん、主教様の命令はあなたを無事に天命本部に送り届けることです。そのためあなたの参戦は認められません。第三小隊は何があってもあなたをお守りします。ですが、そのためには協力が必要です。ご了承ください。メイさん、
君は俺の状況を知っているはずだ。引退して時間は経つが、鍛錬をおろそかにしたことは一度もない。君たちの足手まといにはならないさ。せやで、さっき助けてくれたもんな。律者が味方してくれるんなら心強いに決まっとるよ。分かっています、ベルトさん。あなたの実力を甘く見るつもりはありませんが、あなたにリスクを負わせることはできません。これは私の最終決定です。分かった、メイさん。君がそこまで言うなら、俺は君たちを信じる。手は出さないが、戦闘中遠いところから君たちをサポートするぐらいなら問題ないだろう。感謝します、ベルタさん。では出発しましょう。そろそろこの戦場に到着。あなたとキャロルはちゃんとベルトさんを守ってね。第三小隊、行動開始。了解。一気に先手必勝。有利な状況を作るぞ。エデンの星。神経結構。素材回収完了。目標地点確認。時間がない。足元に気をつけて、警戒するように。ウォーミングアップの代わりにさせてもらう。Yeah!
そろそろこの戦闘を終わらせ、こちらの勝ちだ。素材回収完了。なめられているようね。逃がさない。私たちの基地はこの先にあります。ね。大丈夫だ。そういえばベルトさんがうちらを助けてくれた時、開口一番ジョイス君のことを聞いとったよね。ええー、なあ先輩、これってドラマのワンシーンみたいやと思わへん？あなたって思ったよりも感情移入しやすいのね。意外や意外。さあ、親子水入らずの時間にしてあげましょう。一つ方法を考えたんだけど、私の考えが正しければ、多分透明バリアを抜けてベルトさん親子を無事に送り出せるはずだわ。すでにキャロルをあの道に向かわせたから、あとは彼女が戻ってくるのを待つだけよ。ええ、セントフォンテーヌから唯一外へつながる道の可能性が高いわ。隊長、ただいま。どうだった？バリアから推定位置はおよそ2キロ、特に障害はなかったわ。全部隊長の予想通りやった。よし、出発しましょう。歩きながら説明するわ。
そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。これはベルトさんのデータを見ている時にひらめいたの。セントフォンテーヌの異常を隠すには相当手間がかかるはずよ。でも外とのつながりを完全に切断することはできないわ。セントフォンテーヌに空港はないから、高速道路の通行データは比較的に散乱していて偽りやすい。唯一コントロールできないのはカイロとセントフォンテーヌをつなぐ磁気浮上式鉄道よ。だから、もしセントフォンテーヌに透明バリアの影響を受けない出入り口があるなら、そういうこと。サード駅に行きましょう。そこが私たちの目的地だから。あ、隊長、ちょっと報告があるんやけど。血を試すときに怪物に気づかれたから、ちょっと戦ってん。そやから今、たくさんの敵がうちらを待ってるかもしれへん。道が塞がれない限り大した問題じゃないわ。急ぎましょう。承知した。ああ、任務の資料は全て頭に入っ。了解。Ha!
素材回収完了。キャロルの言った通りにしたわ。説明してくれるかしら。うん、一つ案がある。磁気浮上式鉄道を使ってみたいねん。鉄路を探索した時、怪物が追ってきてん。あそこが安全な道路なら敵にとっても同じやから。ジョイス君を連れてるわけやから、ベルトさんの行動速度は想像できるやろ。ここはやっぱり安全ちゃうよ。でももし列車を使ったら、あのスピードがあればたとえ敵に気づかれても相手に打つ手はあらへんよ。やろ。ちゃんと真面目に考えたからね。そうね、やってみる価値はあると思うわ。セントフォンテーヌの状況はかなり怪しいし、ベルトさんの救出任務を完了した後、セントフォンテーヌに隠された陰謀を調査することになってるから、もしベルトさんたちを天命に送ってまたここに戻るとなると、かなりの時間ロスになるわ。キャロルの案ならベルトさんたちの安全を確保できるし、同時にセントフォンテーヌでの調査もすぐ展開できる。キャロル、私たちを地下に来させたのはこの案に何か問題でもあったのかしら。うん、今軌道が落盤のせいで塞がれとるから、軌道を問題ない方に移転せんと。行こう、案内するわ。どこ行くん先輩。わかった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。素材習得。わかった。そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。わかった。
この道は前にも歩いたような気のせいか。了解。時間がない、急ぐわよ。どこか崩れたようね。ここの構造は不安定だから気をつけて行動しましょう。電気機器の電源も入らなくなったようね。確認しましょう。出発出発。どこ行くん先輩。足元に気をつけて、警戒するように。総員士、舐められているよね。セット、集合、出撃。承知した。分かった。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。隊長、目標を発見しました。これだけか。やあ！
素材習得。大型だ。たやすいこと。燃やし尽くせ。達成する。素材習得。この任務。わかった。待たせてしまって申し訳ありません。大丈夫でしたか？いや、ここは安全だったから。怪物は一体も来なかったんだ。まあ、来たとしても俺は何とかできるがな。ああ、さすがベルトさん、頼もしい。安全にセントフォンテーヌを出る方法を見つけました。なるべく早くベルトさんたちをここから送り出します。それはつまり前の提案はダメだということか？ええ、ベルトさんの決心は理解できますが、やはりベルトさんたちの安全が最優先ですから。わかった。ジョイスもいるからな。今回は任せたよ。ジョイスと荷物を片付けてくる。すぐに済ませるからいつでも出発できるぞ。今出発するのか？ええ、行きましょう。そろそろこ、この道は前にも歩いたような気のせいか。一気に潰そう。了解。わかった。隊長、目標を発見しました。わかった。了解。わかった。了解。
隊長、出撃させてください。了解。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。隊長、目標を発見しました。わかった。了解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 。隊長、出撃させてください。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。どんな敵も見逃さないで。目標地点確認。舐められているようね。足元に気をつけて、警戒するように。時間がない、急ぐわよ。舐められているようね。集合、出撃。ふっ、目標地点確認。ふっ、ウォーミングアップの代わりにさせてもらうわ。よそ見せず前に進みなさい。ベレトさん、私と彼であなたたちを列車まで送ります。キャロルが発車プロセスを起動させた後、およそ4時間後にカイロに到着する予定です。天命の応援部隊はそこで待っています。司教様と博士はあなたに聞きたいことがたくさんあるようです。ありがとう、メイさん。それとキャロルと君、礼を言う。さあ、ジョイス、うちに帰ろう。第三小隊、休憩に入る。やあ、友よ、奇遇だね。再び君は僕の招待を断り、そして再び君は僕の前に現れた。お前、なんで、お前はもう。せっかく来たんだ。このまま残ってはどうだい？革命はもうすぐやってくる。君は見守る側ではなく、その渦中にいるんだ。君には完遂させなければならない偉業がある。勝利が君を待っているんだ。僕と君が手を組んだら、崩壊を永遠に駆逐するチャンスが巡ってくると。崩壊はもう駆逐されたんだ。そうかい？月に、地球から38万キロ離れた場所に、人類が簡単に到達できるような距離に文明の最大の敵を封印した。それは駆逐なんかじゃない、逃避だ。本当の駆逐は英別だ。我々の持つ時間の尺度での永遠の別れなんだ。
勝利の果実はもう目の前にある。君の力が必要なんだ、第一律者。いい未来と申し出ではあるが、断る。煮え切らない態度を取るような奴の提案など議論する必要はない。そうかい、君のことは尊敬しているよ、本当に。しかし平和は何よりも大事なことなんだ。来てもらうぞ。お父さんを離して。これは何と言うべきかな。実に興味深い。僕の予想をはるかに上回っているよ。ジョイスに触るな。ここにもう一人の第一律者がいるとはね。目標地点は